評会批評会もちゃんと取らないとさ、こういったちょっとあなたシミになってんじゃないこれ、ほっとくとシミになっちゃうよ。だって腕にもシミはいつもあるよ。いやあるってさ、あのちょっとすすがないとさ定着しちゃうよそのシミ。ある程度居心地いいやここって、ある程度収まったらね返しますよ、ちゃんとすすがないとさ。洋服だって洗うように、身も洗わないとすすがないと。洗う、すすぐ、すすぐが大事。人参畑、人参は人参、人参って言ってたら人参求めてんのかね、ずっと求めてたんじゃない。いや単純に人間文字って人参って言ってただけなんだけど、本当は、いやいやいや、あの自分でもわからない意識ってあるからね。それは何だったっけ。ちゃんとこういう大変さをあの身に染みて覚えておかないと。忘れちゃうたちだからさ、なあそういう音のように可愛いもんだったらいいけどさ、可愛くないよ忘れる。すごいね、ちょっとその指、あ、いや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 、指先元は私が悪いんでございますわよってね、無知識で、まああれでしょ、あなたを授かったわけだから。ギャオ。ね、知識、あの今の子たちって結構ほら知識必然的につくじゃん。つく世の中にいるじゃん。まあ、SNS の世界だから。でも調べようとしてないからな。そういう人はそれなりになるだけだから。いや。ね、限定じゃないからさ、だってこの通りは、その分かろうと思えば分かりやすい世の中。でも情報はたくさんありすぎてね、どれをキャッチするかによって全然違ってくるけどね。でも物は試して経験して、あこれは違うっていうふうに自分で感じて、その時点で諦めるかどうかじゃん。自分が大事だったらやっぱり諦めずに、あこれじゃないんだ、じゃあ何かなっていうふうに思う人だったら進化を遂げられるけどさ、ねはずけねは、おしんこあれだね、ちょっと酸化してくるっていう感じ、発酵か、発酵してきてる。昨日の時点でそうでもないね、まだね、酢も入ってるからかな、わかんないけど、さあおしんこはよくわかんないけど、